今回は、お地蔵さんを蹴った友人、アイドル候補生、謝罪男、仮面男、という話を紹介します。ではどうぞ。2年前の夏、僕は友人に無理やり誘われて、キャンプ場にバーベキューに来ていた。しかし、どうにもお酒を飲んで騒ぐ、賑やかな雰囲気に馴染めず、僕は酔っ払っているのに川に入って騒ぐ、友人たちを横目にバーベキューを食べている。早く帰りたい。そんなことを考えながら椅子から立ち上がると、少し離れた場所に、ひっそりと祠が立っていることに気づく。なんとなく気になって近づいてみると、小さな祠の前にはお地蔵さんがいて、今でも誰かが祀っているのか、花瓶には可愛らしい花が供えられていた。こんなところにお地蔵さんなんて、この川で昔事故でもあったのかな？しゃがみ込んでお地蔵様を見ていると、小さい頃の記憶がふっと蘇った。おばあちゃんっ子だった僕は、おばあちゃんがよくお地蔵様に帽子を作ったり、おまんじゅうをお供えしに行くのに、ついて行ったことを思い出す。お高いお肉じゃないけど、美味しかったので、よかったらどうぞ。僕はお地蔵さんの前に、バーベキューで焼いたお肉をお供えして、そう語りかけていた。うわ、その時、僕の服の襟が掴まれて、後ろに勢いよく引っ張られる。おい、いないと思ったら、こんなとこで何してんだよ。僕の服を引っ張ったのは、川で遊んでいたはずの友人だった。あれからまたお酒を飲んだのか、顔は真っ赤になって足もふらついている。びっくりした。いや、ここに祠とお地蔵さんがあって、気になってさ。はぁ、こんなとこに地蔵？なんで？多分、昔この川で事故かなんかあったのかもしれない。ここの川めちゃ浅いぜ。酔っ払ってる俺らでも溺れねえよ。ここで溺れるなんて、相当なアホだったんだろうな。友人はバカにしたように笑うと、お地蔵さんの頭を濡れた足でゲシゲシと蹴り始めた。ふらついた足での蹴りは、祠の花瓶まで倒してしまう。おい、やめろって。お前もこんなの見てないで、早くこっち戻ってこいよ。友人は気にした様子もなく、ふらふらとみんなのところに戻っていった。ああ、ぐしゃぐしゃになっちゃった。僕は深いため息をつきながら、友人が倒した花瓶などを片付けて、蹴られたお地蔵さんの頭をハンカチで拭く。おい、早く戻ってこいって。友人の大声が聞こえて、僕は、本当にごめんなさい、と、祠に手を合わせるとみんなの元に戻った。その後も僕がその場の空気に馴染めることはなく、ただただ退屈な時間だけが過ぎて、バーベキューは終わる。その時にはすっかり疲れて、僕もあの祠のことはすぐに忘れてしまっていたのだ。次の日、友人が大学に来ない。昨日はだいぶお酒を飲んでいたようだし、二日酔いにでもなったのだろうと。そこまで心配はしていなかったのだが、友人はその次の日も大学に来なかった。友人が大学に来たのは、あのバーベキューから4日が経ってからだ。4日ぶりに見た友人は、目の下にクマを作り、顔色も悪くて思わず駆け寄ってしまうほどだった。おい、連絡も返さないでどうしたんだよ。ああ、お前か、実はあれから全然眠れてないんだよ。友人の話を聞くと、あのバーベキューに行った時から、悪夢にうなされて眠れていないらしい。しかもその後は、体が燃えるように熱くなって、寝直すこともできないのだという。病院にも行ってみたが、何も問題はなかったと話す友人に、僕も首をかしげるしかできない。それから友人は大学を休みがちになり、様子も日に日におかしくなっていく。こうなる前は明るくて、いつも人に囲まれていたような友人だったが、気づけば声をかけるのも僕だけになっていた。今日は来れたんだな。僕は無言で隣に座った友人に声をかける。悪夢は相変わらず続いてるのか？ああ、もう眠るのも怖いんだ。なあ、今日の夜なんだけど、一緒にいてくれないか？もう一人じゃ耐えられそうにないんだ。うつろな目でお願いしてくる友人を、一人にできるわけもなく、友人を僕が一人で暮らしているアパートに、連れて行くことにした。二人でいるからか、アパートに着いてからの友人は落ち着いた様子だ。あっという間に夜になり、寝る時間がやってきた。何かあったら起こしていいから、安心して寝なよ。ありがとう。相当疲れていたのか、少しすると友人の寝息が聞こえてきた。これなら心配はいらなそうかな。友人が眠れたことに安心した僕も、そのまま眠りについた。苦しい。夜中の2時前、僕は友人のうめき声で目を覚ます。起こしてあげなければと、友人の方を振り返った僕は、それ以上動くことができなかった。だって、なんとか人だとわかるような無数の黒い影が、友人を取り囲んでいたから。苦しい、熱い。苦しそうな友人の声が聞こえるが、姿は影たちに隠れて見ることができない。なんだよこれ？なんとか友人を助けたいが、体は動かないままだ。僕がなんとか体を動かそうとしていると、影の中から小さな男の子が現れた。
その男の子は他の影たちとは違い、しっかりとした人の形をしている。男の子？一体どうなってるんだ？友人は大丈夫なのか？パニック状態で動くことのできない僕。その時、男の子の顔がこちらを向いた。うわ、男の子は、動けない僕を嘲笑うかのようににやりと笑うと、影たちと一緒にすっと消えていった。今までのことが嘘かのように体が動き出す。おい、起きてくれ。友人の体を激しく揺すると、友人はすぐに目を覚ました。僕はすぐに目の前で起きたことを説明する。今、すごい数の影がお前を取り囲んでて。またあいつらなのか。あいつら？いつも夢の中で、俺を熱湯の川に引きずり込んでいくんだ。地蔵みたいな無表情で。川に地蔵。そこまで考えて思わず声が出た。あ、僕は先日のバーベキューの時の出来事を思い出した。友人に、きっとあの祠だ、と説明するが、酔っ払っていた友人は覚えていない。僕は納得していない様子の友人の手を引いて、バーベキューをしたキャンプ場に車を走らせた。キャンプ場にはあの時と変わらず、祠とお地蔵さんが静かに佇んでいる。僕は祠の前に膝をついて、あの時のことを謝罪した。そんな僕のことを、友人は不機嫌そうに腕を組んで見ているだけ。おい、お前も謝るんだよ。ただの地蔵だぞ。これが原因なわけがないだろ。こんな遠くまで連れてきてバカらしい。友人を許してください。心の中で何回も繰り返すが何も変化はない。この祠が何なのか話を聞かなきゃ。僕はまた友人の手を引いて、キャンプ場のオーナーのところへと走る。すごい剣幕で宿舎に飛び込んだ僕たちを見て、オーナーは驚いていたが、話を聞かせてくれることになった。あの祠はね、戦争で亡くなった人のために作られたものなんだ。戦争？戦争の時は、ここら辺にもたくさん爆弾が落とされてね。たくさんの人が火から逃れようと、この川に逃げてきたんだ。そんなことが、それでその人たちは、川で溺れてしまったんですか？僕の質問にオーナーは首を横に振った。周りは火の海で川も熱湯になってしまってね。川に飛び込んだ人たちは、その暑さで亡くなってしまったんだよ。あの祠はそんな人たちの魂を鎮めるために、作られた祠なんだ。そんなことがあったなんて思っていなかった僕は、言葉を失ってしまう。友人の顔は真っ青になって、体はガタガタと震えていた。やっぱりちゃんと謝って、お祓いとかに行こうよ。僕は友人に手を伸ばすが、その手は払いのけられてしまう。バカらしい、俺はもう車に戻るからな。そう怒鳴って友人は宿舎を出ていく。その時、あの夜見た男の子が楽しそうに笑って、友人の後ろをついていくのを僕は見てしまった。どうしたら、頭を抱える僕に、オーナーは一枚の名刺を渡してくれた。これ、あの祠のことでお世話になってる、神主さんの名刺。俺からも連絡はしておくよ。僕はオーナーに頭を下げると車まで走った。車で僕はなんとか友人を説得すると、名刺に書かれている住所へと向かう。到着したのは小さな神社だった。神主さんは友人の顔を見ると、また厄介なものを、とだけつぶやいて僕たちを本殿へと案内してくれた。神主さんは僕たちに、手を合わせて頭を下げるように促す。神主さんが、祝詞のようなものを唱える声が聞こえ出すと、すぐに異変は起こった。友人はガタガタと震え始め、熱い、熱い、と繰り返す。友人のことが心配になって、頭を上げてしまったことを、僕はすぐに後悔した。だって僕たちの周りは黒い影に取り囲まれていて、影たちは何かを求めるように、僕たちの服を引っ張っていたから、神主さんに助けを求めようとしたが、黙っていなさい、と一喝されてしまう。その時、影たちが何に気づいたのか、僕たちから離れておとなしくなった。影たちが道を作るかのように避けたかと思うと、その道から、友人についているはずの男の子が現れたのだ。神主さん、あの男の子なんです。僕がそう言って神主さんの方を見ると、神主さんは顔を真っ青にして男の子を見ていた。これは悪霊などではない。え？この子、いや、このお方は神様だ。あの川を守っておられる土地神様だ。けど、友人はこの子のせいで苦しんでいるんです。もう私にはどうすることもできない。神主さんはそう言うと、男の子に頭を下げて許しをこい始めた。知らなかったこととはいえ、数々の無礼をお許しください。そう叫び頭を下げる神主さんを見ることもなく、男の子は友人の方へ近づいてくる。このままじゃダメだ。そう思うと僕の体は滑り込むように、友人と男の子の間に立ち塞がった。友人は決して悪い奴じゃないんです。僕も一緒にしっかりあなたに謝りに行きます。僕がそう叫ぶと男の子は僕に顔を近づけてくる。その瞬間、僕の耳元でパチンと大きな音がしたかと思うと、僕は気を失ってしまった。僕が目を覚ましたのは次の日の朝だった。
周りを見渡すが、僕の横にいたはずの友人の姿はなく、少し離れたところに神主さんが倒れているだけだ。すぐに警察を呼んだのだが、僕の話は信じてもらえない。数日後、祠のある川で友人が意識不明の重体で見つかった。友人の体には川で溺れたというのに、手形のような火傷がいくつもできていたらしい。友人は、僕が社会人になった今も、意識は戻らず植物状態だ。友人に会うために病院を訪れる友達は、今では僕だけとなってしまった。今日も僕は友人が眠っている病室の扉を開く。ああ、また来られていたんですね。病室には、二度と目を覚ますことはないだろう友人と。友人を上から見下ろしていた男の子が、にやりと笑って僕のことを見ていた。僕は慣れたこの光景に静かに微笑むと、病室へと入り、静かに扉を閉めた。あの時、アイドルになる夢を諦めて、本当に良かったと今はそう思います。そう語ってくれたのは、長野県在住のユージさん、仮名、今は地元で農業をなりわいとしている。今回、自身の怖い体験談について、インタビューに応じてくれた。養成校での怖い体験談を、ぜひとも最後まで読んでほしい。アイドルを目指したきっかけから、聞かせてください。自分が中学生の時に、テレビで見た韓流アイドルに憧れました。以来、勉強そっちのけでダンスや歌に明け暮れました。地元の農業高校に進学するも、アイドルへの夢は膨らむばかりで、より一層のめり込んでいきました。文化祭のステージに始まり、路上パフォーマンスで、ダンスと歌を磨いていました。その甲斐あってか、地元ではかなり有名な存在でしたよ。高校3年生の進路相談で、素直にアイドルになるため、東京の養成校に通いたいことを、担任と母親の前で話しました。担任教師、ご両親の反応は？農業大学へ進学すると勝手に思っていた、担任と両親から激怒されるかと思っていましたが、意外にも一定の理解を示されました。まあ俺が自宅や学校の敷地内で、暇があれば歌とダンスの練習に、没頭していた姿を見ていたこともあり、その努力は認めていたそうです。また、俺の父親も同様に、若い頃に夢を追いかけた経験があるようで、それもあって、頭ごなしに反対できなかったと、後で聞きました。そんな父親にも、真剣にアイドルになりたいことを告げると、ある条件を出されました。その条件とは？ 3 年間、養成校で頑張ってみろ。3年で結果が出なければ、アイドルの夢はきっぱり諦めて、歌謡を継ぐこと、という条件です。3年、長いような短いような。短いです。それでも地元ではそれなりに名が売れた存在、という自負もあったから、すぐに状況を決めました。だからすぐ通用するものだと、高をくくっていたのですが、養成校ではこんなレベルでもくすぶっているのか？という生徒がごまんといました。自分がいかに胃の中の蛙だったかというのを、思い知りましたね。東京ってすげえと、初めて挫折を味わいました。しかし、みっちりと基礎からやり直したんですよね。めげていても始まりませんし、時間がとにかくもったいないと思って、今の自分の実力を素直に受け入れました。それこそ寝る間を惜しんで、日々レッスンに明け暮れました。どんなに時間があっても足りない、某少年漫画の精神と時の部屋があったら、入りたいと本気で思いましたね。2年ほどで校内オーディションで、ようやく合格を取れるまでになったそうですが。定期的に、校内オーディションがクラスごとにあるんですが、参加は基本的に自由です。腕試しと離れの意味で、自分は毎回受けていました。自分の通っていた養成校の講師は、その道を志すなら誰もが知っているような、有名人が多く在籍していましたが、やはりそういう道のプロのダメ出しは、すごいですよ。その場で逃げ出したくなるような、罵倒が飛んできますから。でもそんな罵倒を受けながらも、合格というようやく花開いた瞬間が、自分にも訪れた時は嬉しさひとしおでしたね。努力を認めてもらえたっていう思いで、涙が溢れました。しかし合格といっても、あくまでも、校内。それが通っても、レコード会社やプロダクションの、オーディションが通るとは限らない。そうです。外部オーディションで合格をもらって、初めてデビューへの道が開く。あの狭き門は今でも夢を見るくらいですよ。同期のデビューに何を思ったのか？校内オーディションは受かるようになっていても、他のオーディションには受からない。そんな時に治む、仮名、という、同期のデビューの話を聞きました。新潟から出てきたやつで、何かと自分と張り合うことが多かった、ライバル的存在でした。その治むが先に巣立っていくことに、かなり落胆しましたね。自分の実力を知って辞めていくやつ、デビューが決まって巣立っていくやつ、そんな連中を嫌というほど見てきましたが、治むのデビューだけは、本当にショックを受けた。
周りの評価が、オサムより自分の方が勝っていると、言われていただけに、なぜオサムが？という思いと、自分だけが取り残されてしまうという、嫉妬と恐怖が入り混じる、混沌とした気持ちに陥っていました。精神的に一番きつかったです。両親との約束の3年という期間が近づいてきた。執行猶予終了まであと数ヶ月に迫っていました。そんな時アイドル養成プロジェクトが、テレビ番組で行われるというので、それに応募しました。5000人を超える応募者数から、1時で100人、2時で50人、3時で10人と、徐々に絞っていくんです。自分は2時まで生き残りましたが、落選しました。2時の50人まで残るのは相当すごいこと。いやいや、そんなことないです。その結果の通知を受けた時に、君のダンスと歌の実力は応募者の中でも上位。しかし、花、がない？見る者を魅了できるだけの魅力が、圧倒的に足りないと、番組制作者から言われました。自分でも地味な顔はコンプレックスでしたから、そのこと言われているんだろうなぁと、悔しかったですね。そこに悪魔の誘いがあったんですよね。そうです。その不合格を受けて1週間くらい経ったある日、番組関係者と名乗る人から連絡がありました。個別に話をしたいと言われて、都内のとある制作会社に行きました。不合格を出した側だが、君に光るものを感じた。落とすのは忍びなかったが、これも番組上仕方ないことは理解してほしい、と前置きされました。その上で、君のデビューを手助けしたいと提案されました。どんな提案だったのですか？まずは顔を変えようと、整形の話を持ちかけられました。嫉妬をするのは、テレビでもおなじみの誰もが知る人でした。自分も顔にはコンプレックスがあったから、整形一つでデビューできるならと、その時は内心舞い上がっていました。でもそんな生優しいものではなかった。その男は一枚の写真を見せてきました。B、S とかそういう感じの顔で、この顔になってもらうと言われました。自分の顔からここまでこの顔になるんですか？と聞きましたよ、さすがに。すると顔の骨を削ったり、大掛かりな、工事、にはなると言うんです。いやいや、工事、ってどういうことと思いましたよ。こっちは軽い口整形で終わると思っていたし。そして衝撃的な一言を告げられる。そこまでやらないとダメなんですか？と確認しました。すると、男はアイドルになりたければ、そこまでしないとダメだと言い切りました。自分もオサムの件もあったし、精神的に不安定になってたり、焦っていたんでしょう。押し切られる形でやりますと言ってしまった。すると男は契約書を取り出しました。まさかの専属契約書でした。会社名は本当かどうかわかりませんが、韓国の有名な芸能プロダクションの名前が書いてありましたね。サインしようとペンを持ったところで、君は死ぬことになる、けどいいね。と念を押される形で質問されました。死ぬ？え？されるの？と唖然としていると、男は笑って手を横に振りながら訂正してきました。死ぬと言っても君の命が終わるわけじゃない。ユージという男が戸籍上死ぬだけだ、と言うんです。何言ってるかわからなくて返答に困っていると、男は写真に指を置いて、こいつはヨジュン。韓国で分け合ってデビュー前に死んだ。君にはヨジュンとして生きてもらう、というのです。ヨジュンはデビュー前で、すでに商品として完成されていた。誰もがデビューを心待ちにしていたんだが、それが叶わなくなった。しかしヨジュンの死については、報道されていないから誰も知らない。世間的にはまだヨジュンは生きている。そこでヨジュンと、背格好が似た人物を探していたところ、君を見つけたというわけだ。動きの癖もヨジュンによく似ているし、これは君にしかできない。ヨジュンの顔は取っておいてある。それを移植すればお前がヨジュンだ。それでサインはしたんですか？なんか映画のような現実離れした話に、断ったらどうなるんだろう？と怖くなってサインしました。手術は翌日ということに決まったんです。自宅に帰って冷静に考えて、その日の夜中に、最低限のものだけ持って夜逃げしました。地元の友人に電話して、途中まで迎えに来てもらって、地元へなんとか帰ることができました。連れ戻しに来たりとか、そういうのはなかったんですか？養成校への退学届けは郵送で、足がつかないよう友達に頼んで、他県から出してもらいました。住んでいたアパートの管理会社に連絡して、中のものは全て処分してほしい、と相談し、敷金と相殺して、不足分をネットバンキングから支払いました。追ってみたいなのは今のところ見ていません。見てもらえばわかる通り、ここは土がつく田舎です。何もないから、逆に目立つと思って諦めたのかも。ただ、通知不可能という着信は何度かありましたね。怖くて出ていませんが、今回の件を振り返ってどうですか？自分には全てを断ち切ってまで、夢を叶えるほどの度胸も覚悟もなかったです。死ぬほど嫌だった農業も、やってみると、自分には合っていたかなって思います。
今でもアイドルの世界に未練がないといえば嘘になりますが、憧れだけで十分かなと。あんな思いしたし、今の生活のありがたみがよくわかります。それとここからは話半分程度で聞いてください。ある韓国アイドルユニットがデビュー曲を日本の音楽番組で披露していました。日本初上陸と大々的に特集していたんです。それを何気なく見ていたんですが、ある違和感を覚えました。それはそのうちの一人の動きがオサムだったんです。俺もダンスをやっていたからこそわかる独特の癖っていうかあって、それがまんまオサムなんですよ。それを見て、あの男が言っていた一言を思い出してゾッとしました。君たちが見ているアイドルには中身が入れ替わった人間がたくさんいる。もしかするとオサムも自分と同じ提案を受け入れたのかもしれません。オサムに電話しようと思いましたが、変なところで足がつくのも怖いので連絡はしていません。怖い体験談ありがとうございました。農業に携わる人には見えないちょっと派手なユージさん、今は趣味でダンスを地元の小中学生に教えているそうです。今日の俺はついている。パチンコで2万買ったのを皮切りに、この前購入した宝くじも5000円当たり。満員電車に乗れば目の前の席の人が下車したから入れ替わるように座ることができた。スーパーに立ち寄ればちょうど値引きされたステーキ弁当の残り1つを獲得できたし、仕事でも俺の資料が上司に褒められたので好調だ。そんな折、晩ご飯の買い出しを終えた俺は鼻歌混じりに馴染みの道を歩いていると、よそ見していた俺が悪いのだが、人とぶつかってしまった。いて、相手が俺よりも小さいのもあり、ちょうど相手の額が俺の顎を直撃して痛みが走った。すみません。顎をさすりながら正面を見ると、もじゃもじゃ頭をしたスーツ姿の男性が、謝り倒しているのが見える。キツツキかというほど、何度も頭を深く下げる動きを繰り返すので、顔が残像のようにブレて映り、表情をうまく読み取れなかった。冒頭で語った通り、俺はまあまあ気分が良かったことから、いえ、こちらこそ不注意でしたので、すみません、と、平謝りした。俺がそう謝ると、男性が俺の目を直視して、特徴的なおちょぼ口とこけた方肉と向ける。そして、男性は一瞬だけ静かになったかと思えば、再び謝罪を繰り返すのだ。本当にすみません。あまりに平身抵当と謝るものだから、旗から見たら、その筋の人間が一般人に絡んでるように映るのか。通行人の目を引いてしまい、そこら中の人が怪訝な面持ちで、俺のことを睨んでいることに気がついた。もしかしたら、ほとんどのヤジ馬が、俺がこの男性に因縁をつけている、とでも思っているに違いない。俺は誤解を解くために、どうにかして男性に謝罪をやめるよう促す。いや、本当にもう、大丈夫なんで、謝るのやめてくださいよ。わたわたと身振り手振りで、相手の行動をいさめようとするが、男性は謝罪をやめないばかりか、あろうことか土下座を始めたのだ。男性は地面に額を打ちつける勢いで叩きつけると、すみません、と、絶叫に近い声量で謝り倒す。これは相当頭のネジがぶっ飛んだやつだ、と俺は半ば苦笑いする。さすがにこれ以上は警察沙汰だと思い、目の前の異常な行動を取る男性を見下ろしながら、俺はそそくさと立ち去ることを心に決めた。本当、やめてくださいって、俺もう行きますから、ぶつかってすみません。それじゃ、買い物袋を抱きしめるようにして、俺は駆け足でその場を離れた。時折後ろを振り返るが、男性はその場に留まり一人で、すみません、と連呼していた。世の中には変わった人がいるな、と俺はしばらく走った後、他人事のようにため息をつく。男性のせいで正規ルートを恐れ、俺は自宅まで迂回することになった。しかし、通常の倍の時間をかけて、自宅の近くまで戻ってきたところで、俺は愕然とする。俺のアパートの入り口付近に、あの男性が佇んでいるではないか。どうしてあの男性が、俺の家を知っているのかわからないが、先ほどの土下座を目の当たりにした手前、俺はよからぬことを想像して立ちすくむ。すると、俺の視線に気づいたのか、男性は俺と目が合うなり、まるで飼い犬のように駆け寄ってきては、それはもう見事なスライディング土下座を決めた。そして、流れるような動作の後、殿下の宝刀、すみません、という謝罪の連呼を始めたのだ。すみません。ちょっとマジで何なんすか？新手の嫌がらせ？勘弁してよ。俺は男性の真意がつかめず、少し強めの口調で問いただす。それが相手を魚でしてしまったのか、はたまた闘魂魂に火をつけたのか。男性はさらに早口で謝罪の言葉をまくし立て、額を地面にすりつけるのだった。この異常事態に気づいた周囲の通行人が、足を止め始めると、
片方が見下ろし、片方が土下座をして謝罪するといった構成上、俺に視線が集中することとなり、これはまずいと焦った俺は、男性に苛立ちをぶつけてしまった。本当にやめてください、もうわかったから、俺が悪かったですって、やめて。対抗心もあり全力で俺も謝ると、誠意が伝わったのか男性の謝罪が止まった。やった、謝罪に打ち勝った、と内心ガッツポーズする俺。しかし、二人と止まり静まった空気の中、男性は手をついてゆっくりと上体を起こす。俺は土下座する男性が頭を上げる仕草を、不思議と息を呑むような、緊張感を持って見守っている。頭を上げると、男性の痩せ細った顔が俺と目が合うものの、その目つきはまるで、人を呪い、しそうな、バツとした雰囲気を醸し出しており、眉下に彫りが浮くほど、眉目を寄せて釣り上げていた。そして、これまで発せられていたやや甲高い謝罪の声と、一変したドスの効いたのぶとい低い声色で、謝ってんだろが、ダボ。と、周囲に聞こえないよう俺の耳元でつぶやくのだ。男性の代わりように、脳内処理が追いつかずしばらく放心していると、男性は再び高い声色で、すみません。と繰り返しながら、まるでチンピラから逃げ去る、いじめられっ子さながら走り去っていった。ヤジ馬の視線が交錯する中心に残された俺は、数秒の後にすぐに我に返るが、そのままアパートに入るのは罰が悪く、ひとまずもう一回り、近所を迂回することにした。ちなみに、その後は無事に自宅に帰れたし、それ以来あの男性とは出くわしてはいない。あの男性が、何の目的であんなことをしたのかわからないが、目的がわからないからこそ、恐ろしいと思うこともある。こうして、ついていたはずの俺の一日は、最悪の締めくくりを迎えたのだ。お袋が中学生の頃、学校の近くに火葬場があった。当時は今と違い、火葬があるとなんとなく、人を焼いたそれっぽい匂い、がしたそうだ。なので火葬があった日は、教室に匂いが入ってくる、と言って窓を閉め切りにしたとか。そんな火葬場は、やはり不気味な存在だったようで、怖がりなお袋からすると、そびえ立つ煙突の気味の悪さが苦手だったそうだ。ある日のこと、時間を忘れて遊んでいたところ、すっかり日が暮れてしまった。俺の祖母、つまりお袋の母ちゃんは、それはそれはおっかない人で、ザ、昭和という表現が当てはまろう。門限破ろうものなら、娘であろうと、ほうきの柄で頭をひっぱたくなんてことは日常茶飯事。祖母の叱責に怯えたお袋は、慌てて帰路についた。一刻も早く帰宅したいお袋は、火葬場の横の抜け道を通るか迷った。そこを通ると、大通りに出るよりも10分以上短縮できるのだが、その道はただでさえ薄暗く、火葬場の横ということもあって不気味。少し前に友人とエクソシストという、ホラー映画の代名詞とも言える作品を、見たこともあって、それを唐突に思い出したお袋は、その道を通るか迷いに迷った。道の不気味さより、祖母の後置きが怖いと、自身の天秤がそう伝えたこともあって、抜け道を通ることにした。お袋は全速力で自転車を漕いで、その道を抜けようとした。暗がりの中、空を見上げると黒く高い煙突が、普段よりも不気味に感じた。恐怖を押し、しながら、道の真ん中までたどり着いた時だった。ガクン。急に自転車が急停止した。お袋は前につんのめって、ハンドルに腹部を強打したが、なんとかバランスを保って転倒は免れた。感覚的に何かを踏んだとかそういうものではなく、伝わってきたのは何者かが荷台を掴んで、自転車を止めたような不気味な力感。その伝わってきた妙な力感に対する、お袋の見立ては見事的中する。後ろを振り返るとそこにいたのは、仮面をかぶった奇妙な何者かだった。お祭りの屋台で売っているような、仮面ライダーとかウルトラマンとか、そういった類のお面をかぶった男が、自転車の荷台を両手で掴んでいた。上半身はランニング一枚に風呂敷を首に巻き、下半身はパンツ一枚。無言を貫く仮面男は明らかに異常者だった。キャーではなく、キャーという悲鳴を上げたお袋は、自転車を置き去りにして走って逃げた。振り返ると自転車を掴んだまま動かない仮面男が、街灯に照らされて立ち尽くしている。追いかけてくる気配はなかったそうだ。急いで帰宅したお袋を、激高した祖母が待ち受けていたが、お袋の慌てふためく様子に、ただごとではないと騒ぎ出す。事情を説明すると、警察への通報よりも先に放棄を持って現場に急行。お袋も後を追っていった。現場に到着するも仮面男の姿はなく、お袋の自転車が無残にも倒れた状態で、置き去りにされていた。近所の人も出てきたが、そのような仮面男は、見たことがないということだった。お袋は無事だったが、そもそも遅くまで遊びほうけるから、こういう目に遭うんだと祖母にこっぴどく叱られた。
以来、なるべく門限は守るようになったとか。ちなみに仮面男が被っていたお面は、仮面ライダーだったそうだ。世の中には不気味なライダーがいるもんだと、その話を聞いて思った。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。